俺はベンチェ。さっきまでのは俺の変死っていう魔法さ。こうやってガガにもお前さんにもなれる。変死の魔法を見せれば目を見開いた。びっくりかい。こんな魔法があるなんて。もしかしたらガガが言っていた男や女にも変化できる呪いはこれね。じゃあ私は誰かにこの呪いをかけられて。へえ、ガガはそういう呪いだって診断してるんだ。まあ妥当な診断だ。俺でもそう判断する。ま、そんなことよりお前よくガガの隣で平気な顔していられるよな。え、何の話？医者殺しの事件だよ。確かにあの事件はデレサの騎士が関わってるけど、だからって無関係の私に当たるなんて。無関係だなんてよく言えるな。その言葉は許せないな。お前は一番関係があるだろうが。俺はハニーレの腹部を蹴り飛ばした。おしゃべりはここまで。さてどうしようかな。髪を引っ張るか剣で切りつけるか。剣で切りつけるのはダメなルートだろこれ。どう考えてもハニーレがかわいそう。今までねガガとハニーレリダリンのねやりとりで見てきたから、このベンシェの視点ではどうもね共感が得られないということで、俺は髪を引っ張る程度にしておくぜ。髪をつかみ上げる。痛みで顔をしかめる様子が滑稽だった。綺麗に手入れされている柔らかい髪の毛、ふんわりとした甘い香りもする。その綺麗な髪をさらに強く引っ張ればブチブチ皮膚から引き抜けた。痛い。想像するだけでおぞけが走るね。女は髪が命なんだってな。ほらよ。痛。髪を掴んだ手でハニーレの頭を床に叩きつけた。今の衝撃でハニーレの唇が切れたようで、ピンク色の唇から血が伝った。あんた最低ね。もしかして私以外の関係ない騎士をこうやって痛めつけたりするの？だとしたら最低。いや、お前以外の騎士には手を出していない。俺は最低なことをしたやつしか殺さない。何なんだこの女。あくまで自分は関係ないと言っている。まさか人間違いじゃないだろうな。リダリン・ハニーレ。名前を呼んでやればピクリと肩が動いた。やっぱり本人じゃないか。ハニーレは医者殺しの事件に関係ないのだとしらを切って、ここから逃がしてもらおうと考えているのかもしれない。腐った野郎だぜ。でもそうには見えないな。もしかして覚えてないのか。なるほど、心当たりがあるようだな。こいつ記憶喪失か。なるほど、だから健忘症じみてたんだな。お前さ、呪いはいつからかかってんだよ。ハニーレは黙ったままだった。どうやら俺のことを無視しようと決め込んでいるらしい。だんまりかよ。まあ勝手に推測するけどな。俺はガガの隣にお前がいるのを見た時にはお前は呪いにかかっていた。つまりは1週間前にはかかっている。変死の呪いは効果があまり続かないのが特徴だ。だけど1週間も呪いのかかったままなら怨念が強い呪い、魔法だったからと言える。普通だったらそう診断するが、こいつは記憶が曖昧になっている状態。ガガにはこの症状を伝えていないのだろう。じゃなきゃ変死の魔法なんて言わない。変死の魔法なら1週間くらい持つってこと？ 1 週間以上持つってこと？呪いは強い呪いじゃなければ消えてしまうから治るはずだっていう解釈でいいのかな。つまりはリダリン・ハニーレは変死の呪いにかかったわけじゃない。お前、俺が手を下さなくても悲惨な目に遭うよ。お前はデルサ騎士の薬草探しで医者が死んだことに耐えきれなくて自分の罪から逃げたんだよ。自分で呪いをかけて。ベンチがいろいろ解説してくれているから分かるところは分かるかなって思うんだけど、読んでいこう。記憶を自分で消し去って楽になってるんだ。なるほど。真相を話したらハニーレは目を見開いた。まあそうだろう。
あの12人も死んだ事件の関係者で一人だけ帰ってきたのが自分だと知ったのだから。もう一ついいことを教えてやるよ。お前のその健忘の呪い、いや自分自身でかけたのなら呪いじゃなくて魔法って言うけど、その健忘の魔法を解いたらお前は全て思い出す。過去の出来事全部を。呪いを解いたら自分の犯した罪の意識でいっぱいだろうな。だって自分自身の記憶を自ら消してまで忘れたかったことだもんな。ニヤニヤってね。まあ健忘の呪いを解かなくても地獄が待っているけどな。健忘の呪いは自分にとって都合の悪いことだけを消すような魔法じゃないし、どんどん忘れてくってことか。第一、周りの人間の記憶までおかしくさせるとんでもない魔法だ。あ、そっか。ということはつまり、ガガにもかかってるってこと？だからガガがキスをすると男から女に変わる、女から男に変わるを何回も説明してくれたのかな。あと約束したことホイホイ忘れるしね。あなた、なぜそんなことを教えてくれるの？お前はどうせこの会話のことさえ忘れちゃうからさ。さあどうしてやろうか。拷問の続きだ。爪を剥がす。何もしない。ちょっとな、爪を剥がすは俺の趣味じゃねえんだよな。ということでね、何もしないでノーマルエンドを狙っていくぜ。少しやりすぎてしまったかもしれない。気持ちが高ぶっていたようだ。こんなことをしても意味がないのは分かっている。次はどうしてやろうか。そうつぶやいた瞬間に腹部に痛みを感じた。見てみれば血が服にシミを作っていた。刺されたということに気がつくのは時間がかかった。なんてことをしてんだヴェンチェ。振り返ったらガガが立っていた。手には俺が持ち出してきたハニーレの剣が握られており、血が滴っていた。きっとガガが刺したのだろう。でも刺されてもしようがない。俺はハニーレにもっとひどい仕打ちをしてやったのだから。ガガ視点、戻ってきたね。俺は眉を潜めた。ガガ、あなたがそんな辛そうな顔しないでよ。私は大丈夫なんだからさ。大丈夫だよって笑ってみせるハニーレが痛々しい。近寄って治癒をしてあげる。その姿を俺は見ているのが辛くなってしまう。もう怖かったよ。ガガがこんなひどいことするとは。俺じゃないってば。あれは偽物、ヴェンチェだって。そうね、冗談よ。あ、治癒終わったならガガに変身してたそこの人にも治癒してあげてよ。え？あなたね、あのままじゃ彼は死んじゃうかもしれないでしょ。そんなに深く刺してないけど。いいのか？それにハニーレをこんな目に遭わせたんだから。しばらくベンチは放置しておきたかったが、ハニーレに言われてはしょうがない。しぶしぶ治療をし始める。ねえ、帰ったらさ、と甘やかしてね。私を助けてくれたご褒美よ。続きは家でね。ほらほら、早くしないと気が変わっちゃうでしょ。いた。また腕に痛みが。腕を見た。どうやら腕に小さな黒くなっている。小さく黒くなっている。よく見ると黒い海が溜まっているのが分かった。まあ大したことはないだろう。医者なんだからなんか診断したらどうなんだい。とにかく俺はご褒美の続きを早くもらいたいためにせっせと治療をするのであった。だが後日知るのだ、このご褒美が。はい、ご褒美ね。騙された。リンゴ越しの中がご褒美とはなんとももどかしい。でも普通にキスしたら男になっちゃうし、うげーって感じのね。誰だっけ、名前が出てこない。リダリンだっけ、リダリンが出てきちゃうしね。っていうかベンチどこ行ったんだ。ベンチもう出てこないのかな。もう後日談になっちゃってるしね。ハッピーエンド間近って感じかな。ねえガガ、もし忘れたいけど忘れられないことがあって、それを自らがかけた魔法で忘れて楽になっている人がいたら、
それって最低かな。え、どうしたの急に。ううん、なんでもないよ。剣棒の呪いをかけてるってことか自分にね。夜になったらハニーレはパジャマに着替えた姿だった。彼女はここずっと落ち着かない様子でいる。俺もカーテンを閉めて寝巻きに着替えた。いつも医者という職業柄、白い服を着て清潔感を出しているが、でもへそは出してるよね。プライベートでは黒い長袖にしている。黒い長袖のガガも見てみたいが、立ち絵はなさそうだな。すると唐突にハニーレがカーテン越しに話しかけてきた。そういえば、私を怪我させた人は治癒の魔法を使えなかったみたいね。でもさ、どうやって治癒魔法ってするの？リダリンも気になってたようだし、コツとかないの？どうやって？そうだな、壊れたものとか怪我した人を想像したり、辛いなってことを想像しながら消毒するイメージだといいよ。うわ、病んでる。いちいち辛いことを思い出すなんて。おいおい、ドン引きするなよ。教えてやったのに。逆にさ、普通の魔法やり方教えてほしいよ。俺はハニーレやリダリンみたいな普通の魔物への攻撃魔法が使えないし、あと魔物にも立ち向かえないくらい剣術下手なんでしょ。うるさい。お前こそあの日酔っ払った俺に抵抗できなかったくせに。するとハニーレと俺との間に仕切られていたカーテンが開いた。そっか、カーテン越しに話してんだ。青春だね。話してたんだね、カーテン越しにね。もう着替えは終わっていたが、ハニーレの行動に驚いた俺は大声を上げてしまう。大胆な彼女に。何すんだよハニーレ。ハニーレは俺の言葉を無視して震えた声で話し始めた。ガガと私が出会ったあの日って、あの12人死んだ事件で、死んだ医者の友達のことが忘れられなくてお酒ばっかり飲んでたんだよね。いきなりシリアスモードですね。ああ、あの事件から1週間も経っていたけど、俺は辛くって、友人を失ったのが辛くって、酒ばっか頼ってたんだ。あの時は絡んじまって悪かったな。悪酔いして関係ないあんたに絡んじゃってさ。関係ないのかな？本当は全部知ってたんじゃないの？おいおい、どうした？もしかしてバレちゃってた？私に近づいたのって本当は。やばいねこれ。いつか言おうとしていたんだ。あの日路地でお前を見つけてさ、騎士のあんたと仲良くなれば、あの事件の話で出てくる生き残った騎士が誰なのか聞けると思ったんだ。でも目的とは関係なく、お前と仲良くなれて本当に良かったと思ってる。お酒もやめられたし、薬草探しにだけ行けるようになった。今はもう生き残った騎士のことはどうでもいいんだ。そうなの？じゃあ生き残った騎士の素性は知らないんだ。ああ、そうだけど、もしかしてあんたの知り合い？ううん、知り合いなんかじゃないから。ガガはそんなこと知らなくっていいよ。あくまでも白を切るハニーレ。ていうかガガはその生き残りの騎士とどんな話がしたいんだ、何を知りたいのか。そう言ってハニーレは俺にキスを落とした。